立花、えー、さん、有罪確定ですが、どうしたら刑務所にぶち込めますかと <laughs>、えー、一応、執行猶予4年ついているのであの、刑務所に入ることはないのですが、ただ4年間の間に何らかしらの,その刑事罰が起きると、刑務所に入ってしまうっていうのがあるので、なので、あの過去の立花さんの発言の,あの有罪になりそうなもの、名誉毀損であるとか、 侮辱とかっていうのを見つけて、でそれを告訴状というのを書くと、あの有罪になって執行猶予中に犯罪を犯したということになって、うん、刑務所に2年6ヶ月、でもう1個の,あの有罪判決の、まあ、まあそのもう一個有罪判決があると執行猶予中にやったってことになるので、もう1個の有罪判決を足して、まあ、例えばそのなんか半年ぐらいの,なんかあの,その刑務所に行くような罰をやったとすると、まあ、3年ぐらい刑務所に行くことになるっていう。で、あの侮辱罪っていうのが実はありまして、なんかね、 バカって26回行ったとかっていう人で一応確かね、有罪判決受けたことある人いるんですよね。26回だと思うんだけどな、バカ侮辱罪で今検索してますけど、えっ、ー、とね、判例確かあったと思うんだけど、うわ、なんか最近のあれだな、<laughs> あの <laughs>、 あの検索エンジンは、なんか、侮辱になるのみたいな、なんか、弁護士に相談しようみたいなのばっかり引っかかってくるから、すぐに見つからないです。なので、皆さん適当に調べてください。まあ、とはいえ、そんな感じで、バカほども、実はあの犯罪になるんですよね。で、あのまあ名誉毀損と侮辱の違いが何なのかっていうので、よくあるんですけど、うんとえー、と例えば、あの人は詐欺師であるは名誉毀損なんですよ。 要は詐欺師という犯罪者であるという事実が、あの詐欺師じゃなかった場合ね、あの本当に詐欺師だったら別にいいんだけど、詐欺師じゃない人に詐欺をする犯罪者であるという詐欺師であるという事実を伝えた。要はあの虚偽の事実を伝えて、その誰かの,その名誉を、まあ、イメージを悪くするっていうのだと名誉毀存在っていうのになるんですけど、あのバカとかアホとか、まあ、デブも微妙なんですけど、あの侮辱、要は言われて嫌な気分になる。 でも別にあの、バカとかホとか、要はその、テストで0点取ったからバカとか、テストで0点取ったが事実なので、そうすると名誉毀損なんですけど、その根拠になる事実を加えないで、バカとかホとかっていうのは侮辱罪っていうのになって、まあ侮辱と名誉毀損で一応分かれるんですけど、なのでまあ侮辱だ。でも一応侮辱も,あの刑あも刑事罰があって、名誉毀損も刑事罰があって、で、デブがどっちかまだ多分判決ないんですよね。要はデブというのは、 見た目が太っているという事実を伝えるのであれば、それは名誉毀損なんですけど、ただそのデブという言葉だけに見た目が太っている。要はそのどれくらい太ってたら、そのイメージを下げるのかっていうことまで言ってないので、侮辱という範囲内かもしれないですね。死んだ魚の目は事実ですね。はい、あ、キモいは侮辱ですね。は <laughs> い。これままあ、まあ、あのそんなに裁判になることないんですよ。あのまあ、これぐらいで刑事沙汰にするのっていうのもあって、なので、あの判例そんな多くないと思います。 確かそのバカとかのやつも、なんかね、その20回だか40回だかとか、なんかね、すげえ大量に言われたとか、手紙が送られたとか、なんかその、揉め事がすげえいった末に、結局、名誉毀損じゃなくて、刑事罰になったみたいな、なんかそんな感じだった気がするので、なので、1回や2回、バカとかあとか言ったぐらいだと、別にそんな、警察になるってことはあんまりないですね、僕が知る限りは。それはあの僕が全部はあのその、えーと、判例を把握してるわけではないので、ひょっとしたら、そういうのの刑事罰あるかもしれないですけど。 要はある程度、監督責任を認めた部分っていうのも動画が残っているのでの、でそうすると、ガーシーさんのやった脅迫行為の中にも、ある程度監督責任があることを認めるっていう、実際問題、じゃあ、ガーシーさんが脅迫をやるというための生活費とかも、じゃあそこってその生徒交付金を振り込んだんじゃないのってなると、のの海外逃亡犯とかの,その生活費とかを振り込む行為って、逃亡の補助になるんですよね。 なので、そこも組織的責任あるんじゃないのみたいな形で、ガーシーさんの裁判の延長線上で、立花さんが訴えられるみたいな材料として、この動画が使われるっていうのは、やっぱりあるんじゃないかなと思うので、そういう意味であの、今日は多分悪口合戦で終わって、なんか、なんも結論なかったよねってなると思うんですけど、今回の,その発言を引き取ってニュースになったりとか、その裁判の証拠になったりっていうのが、ちょこちょこあるんじゃないかな。なのであの、このまま話をしても、多分、何らかの結論が出ることはないんじゃないかなと思います。 あさあの裁判所で負けたとしても、法律が間違ってるっていうタイプの人なので、なんであんまりだからそう、そ道義的責任とか法的責任を、立花さんに追求するというのはどうかなっていう。